マクロ経済学、マクロ経済学、マクロ経済学は経済学の一種で個別の経済活動を集計した一国経済全体を扱うものである。挙手経済学あるいは挙手的経済学とも訳される。マクロ経済変数の決定と変動に注目し、国民所得、失業率、インフレーション、投資、貿易収支などの集計量がある。また、 マクロ経済分析の対象となる市場は、生産物市場、貨幣市場、労働市場に分けられる。対語は、経済を構成する個々の主体を問題にする、ミクロ経済学。なお、マクロ経済とミクロ経済との二分法を最初に、考案したのは、ノルウェーの経済学者ラグナルフリッシュ。ミクロ経済学とマクロ経済学の用語を初めて用いたのは、 オランダの経済学者ウルフ。マクロ経済学の誕生は、1936年のジョン・メイナード・ケインズ、ケインズ経済学の著書、雇用、利子及び、貨幣の一般理論に始まる。大学の教育においては、ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎的内容を最初に学ぶ。新古典派によると、資本市場で自然利子率が決定される。生産は、 性の法則によって、ワルラス均衡が達成される自然水準にあると信じられてきたが、1930年代に、米国を襲った強行によりこの見解へ会議が生まれる。この会議の中、ジョン・メイナード・ケインズは1936年に、雇用、利子及び貨幣の一般理論を発表する。ケインズは、貨幣市場において流動性先行と貨幣供給量によって、 現実の利子率が決定さると説いた。将来に対する不確実性を伴う長期期待から導かれる期待利順率、資本の限界効率と利子率から決定される投資と貯蓄の均衡によって現実の生産水準、国民総生産、国民所得が決定される。ケインズは不均衡が価格硬直性から派生するとした古典派の主張を退け、 彼らの性の法則を否定した有効需要の原理に基づいて自然生産水準と現実生産水準の乖離を埋めるための有効需要政策の必要性を訴えた。この主張によってそれまでの性の法則の需要によって成立していた新古典派経済学体系が覆されるという研図、革命が起こる。ミハオ・カレツキはケインズよりも早い時期に 祖国ポーランドにおいてケインズと同じ着想に達してポーランド語の研究論文を書いた1933、1935がこれらはポーランド語とフランス語のみで観光していたためすでに英語が主流であった経済学会ではその頃この研究論文の革命的な価値に気づく者がほとんどおらず1935年の記事がフリッシュや ヤンティンバーゲンのようなスウェーデン学派が評価したぐらいである。後1936年にケインズの上記の著書が刊行されると、これへのコメンタリーという形で新たな論文、1936を起こし、ケインズの提示した様々な概念が、自ら数年前にすでに発表していたものと同じものであることを指摘している。その後、ポール・サミュエルソンや、 ジョン・ヒックスらのケインズ解釈によって、アメリカ・ケインジアンの新古典派総合が成立し、ケインズのモデルは、価格が硬直な短期における古典派的一般均衡モデルの特殊ケースと理解されるようになった。ただこのアメリカ・ケインジアン的解釈は、一般理論の体系を、雇用量が人々の期待によって制約される寄付均衡の体系と捉えていた。ポスト・ケインジアンによっては、 続流ケインズ主義との評価も受けている。以下の記述においては原則として、ケインズ経済学、ケインジアニズムイコールアメリカケインジアンの理論体系を意味するものであるとする。しかし1970年代に入って米国など先進工業国がスタグフレーションに苦しむようになると、ケインズ批判が起こる。新古典派が復権して、新しい古典派という考えが注目されるようになる。 新しい古典派が対等する別の要因の一つは、ケインズ経済学が方法論的な問題を抱えていると考えられていたことに求められる。ケインズ経済学の大きな特徴は、総消費のようなマクロ経済変数が、ミクロ経済学で想定されている、各経済主体の最適化行動とは全く異なるメカニズムで決定されるという点にある。 こうして各経済主体の合理的な行動と相対としてのマクロ経済変数の決定との乖離、マクロ経済モデルの現実への適合性を考える上で問題となる可能性がある。例えば、ケインズ経済学は本来は経済環境の変化などで内政的に決定される変数を外政的に与えられ、モデルではその説明ができないパラメーターとして扱ってしまいがちであった。 以下に例を示す。所得変化に対する消費の変化率を限界消費成功と呼んでいるが、ケインズ経済学においては、限界消費成功は、現在の消費、貯蓄決定行動によって規定された、一定のパラメーターである。ところで、合理的で時間を通じて最適化を図る家計であれば、その限りにおいては、所得の変化が一時的なものなのか、 高級的なものなのかにより異なる消費決定をする。すなわち、所得変化が一時的で、来期には元の水準に戻ると予測すれば、現時点ではあまり消費を増やさずに将来時点の消費のために貯蓄を増やすであろう。逆に、所得変化が高級的なものと予測すれば、所得の増分を現時点の消費にべて振り向けるはずである。その結果として家計が合理的ならば、 限界消費成功は、初得変化の性質に対する予測によって化する内性的変数であり、外性的なパラメーターではない。このように合理的で時を通じた最適化を図る経済主体は、将来に対して予測を行い、それに基づいて最適な行動を決定する。ケインズ経済学では、このような経済主体の予測つまり期待を織り込むことができないため、 内政的な変数を誤って、外政的なパラメーターとして扱ってしまうと評価されている。さらに、ケインズ経済学が、経済主体の期待を織り込むことに失敗していたために、マクロ経済政策の評価方法に関しても問題が生じていた。つまり過去のデータを用いて、経済主体の行動を推定し、その推定に基づいて、将来取るべき政策を評価してきたため、 政策の変化に対する経済主体の行動の変化を織り込むことができず適切な評価が困難となっていたのである。ロバート・ルーカスは従来のマクロ経済学が経済主体の期待を考慮していないことを批判して現在の政策変更が将来に関する経済主体の期待に影響を預かるため経済主体の行動を変える可能性を指摘した。ルーカスは 伝統的なケインズ経済学の方法論を批判し、経済主体の期待の果たす役割を強調したので、あるが、彼にちなみこの批判は、ルーカス批判と呼ばれている。ルーカスらは、伝統的なケインズ経済学を批判しただけではなく、ミクロ的基礎を持ったマクロ経済学の構築に大きな役割を果たした。ルーカスらの確立した新しいマクロ経済学こそが、 新しい古典派のマクロ経済学と呼ばれるものである。新しい古典派の流れに位置づけられる経済学者たちは人々の期待を明示的に扱うために合理的な経済主体の最適化行動に厳密に基づいたモデルを用いこれらの経済主体の行動の集計されたものとしてのマクロ経済を分析しようと試みた。その典型が代表的個人モデルである。 ところで、モデルの背後にある合理的な経済主体の最適化行動は、ミクロ経済学の想定するところである。それゆえに、新しい古典派のマクロ経済学は、ミクロ的基礎を持っていると言われるのである。また、経済主体が、経済構造と整合的な予測いって行動するという合理的期待仮説を強調したため、初期の新しい古典派を合理的期待形成学派と呼ぶこともある。 加えて、新しい古典派は、軽量経済学を用い、モデルを経験的に検証するという手法を重視する。彼らは消費の維持転換での最適化を伴った、最適成長モデル、ラム税モデルをもとに、短期の景気循環を明かするモデルとして、リアルビジネスサイクルモデルを確立したが、同時に、モデルから導かれる、予測値と現実のデータを比較する、カリブレーションを導入した。 他方ケインズ経済学の側でも新しい古典派に対応した動きが見られた。ニューケインジアンのマクロ経済学は新しい古典派のミクロ的な前提条件を受容し、ケインズ経済学にミクロ的な基礎を与えようと新しいモデルを構築してきた。またそれに伴い時間を通じて最適化を図るという意味での合理性を仮定するために合理的期待仮説をも受け入れた。ニューケインジアンも 新しい古典派と同様に、経済主体の期待の果たす役割を強調している。その上で、名目価格の粘着性など、アメリカ・ケインジアンを特徴付け要素をモデルに盛り込んでいる。その一つの例として、サーチ理論を応用した、協調の失敗のモデル化が挙げられる。サーチ理論とは、売り手と買い手がそれぞれ取引相手を探し、趣味よく取引相手を見つけることができたならば直接、 相取引する行動をモデル化したものである。裏を返せば取引相手が見つからなければ取引は成立しない。サーチ理論は売り手と買い手が一堂に開始価格をシグナルに取引を行う。ワルラス的な市場間とは全く異なる取引環境をモデル化している。ワルラス的な市場では経済主体は価格を通じてしか接触しないからである。 このモデルでは、産出量の異なる複数の均衡が出現する。高産出の均衡は公共に、低産出の均衡は不況に対応する。どの均衡が実現するかは、サーチ活動の見通しについて、経済主体が抱く期待に左右される。すなわち、取引が成立する、可能性が高いと予測すれば、高産出の、可能性が低いと予測すれば、低産出の均衡が実現する。 このように、ニュー・ケインジアンは、新しい古典派と異なり、ワルラス的な市場と異なる取引環境をモデル化しながらも、経済主体の期待を重視する点で、新しい古典派と共通点を持っている。近年のマクロ経済学の進展は、マクロ経済学に新たな局面をもたらした。古典派とケインジアンという、これまで相入れないと考えられてきた二つの学派が、 上述のように少なくとも新しい古典派とニューケインジアンの間では共通の土壌を見出しつつある。両者はマクロ経済学にはミクロ的な基礎が必要であること、経済主体の期待が大きな役割を果たすことの2点では合意を見ているからだ。さらにニューケインジアンは近年では新しい古典派が用いてきた最適成長モデルやリアルビジネスサイクル理論を出発点に それらに、いくつかの過程を追加することで、ケインズ経済学に、ミクロ的基礎を与えようと試みつつある。リアルビジネスサイクルモデルを原型としたもろもろの、モデルを動学的確率的一般均衡、ザッジ、モデルとも言うが、新しい古典化とニューケインジアンは、動学的確率的一般均衡モデルを、用いるという点でも共通している。 さらに新しい古典派の側でも従来のワルラス的な完全競争市場の過程を緩める動きが見られる。彼らの中にはモデルを構築する際に外部性や不完全情報、さらには規模の経済や独占的競争を取り入れる者も,もいるのだ。その典型が内政的成長理論である。このように新しい古典派とニュー・ケインジアンは非常に似通った理論構築を行っている。 このような動向は短期の景気循環や長期の経済成長などマクロ経済現象を統一的に分析するフレームワークを構築する方向へ向かうものと評価されている。ただ、こうしたミクロ的基礎を強調する新しいマクロ経済学に対しては性の法則を受容する古典派とこれと対立するケインジアンという古典的な二分法をケインズから受け継いだ。 ポストケイジアンと呼ばれる学派の人々からは、鋭い批判が寄せられている。しかし、数の上でも主流派である新しい古典派とニューケインジアンが、ミクロ的な前提条件の需要において接近している状況下では、古典派とケインジアンという二分法は、少なくとも近年のマクロ経済学の動向を捉える上では、以前ほどの意味は持たないと評価されている。 同様に現在用いられているマクロ経済学のモデルのほとんどはミクロ経済学的な基礎を持っており、ミクロ経済学とマクロ経済学を方法論の上で厳格に区分することは困難となってきている。ケインズ革命によってマクロ経済観に大きな二つの断裂が生じた。以下従来の古典派、新古典派経済観とケインズ経済観の重要な相違をまとめた。 マクロ経済政策をめぐる学説ごとの見解の際は、下の表の通りである。なおこの表は、クルーグマンマクロ経済学503ページより引用。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。